取りとか決めないとね。ヴィンセントさんのことを勝手に決めるなんて誰にもできないのに。来たね。今夜の舞台は暴風の中庭。こんな高さまで登ってくるとはね。でも気を取られてると真っ逆さまだよ。それじゃあ始めよう。氷の石を歩くとどこかに落ちるまで止まれない。常に死と隣り合わせの危険地帯だ。移動ルートに注意しよう。死んじまう。よし、ゲット。やりやがったな。あ、冷てえ。よっと、こいつでどうだ。よし、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 ピアノの子、元気ないみたいだな。そういや、あんたの他にあの子のことを応援してたやつがいたんだけど、今日は姿を見かけないな。リン、どうした？元気ないの？実は、ついさっき見ちゃったんです。ピアノのこと、応援してくれてた人が落ちていくの。自分の力だけじゃどうにもならなくて、どうしても越えられない壁ってあるんでしょうか。怖いんです。ヴィンセントさんまでいなくなったらって思うと。大丈夫だ、必ず会いに来るから心配するなって。ヴィンセントさん。女がいなかったら男は神のごとく生きるであろう。そして女が終わるところに劣悪な男が生まれるのだ。俺はもうあんな現実には戻らんぞ。おい、正気か？しっかりしろよ。俺はもう
あんな現実には戻らんぞ。おい、こいつ狂ってんのか。今夜の道具が欲しければコインと引き換えですよ。今夜のご注文はズバリ。金は周囲の石を白い石に変える。聖書は周囲の敵を一掃できるぞ。いや、いらねえ。ああ、モジャさんよ、冷やかしとはいい度胸だね。はあ。失礼、またお待ちしていますので。おや、またいらした。金は周囲の石を白。いや、ああ他人の未来を奪う存在だって国会室で言われたんだ。な、俺の罪って何？いつ、どこで、何したっけ？いや、知らねえけど。つか、知ってたら気持ち悪いだろう。もう意味わかんねえよ。頭がおかしくなっちまう。もう意味わかんねえよ。頭がおかしくなっちまう。腹の中じゃ、誰しも自分だけが助かることを考えてるのさ。表面上は取り繕ってさ、偽善だよ。僕の周りにいるような奴らばかりだ。僕は加わらないぞ。そうさ、登り方なんて知らなくたって。一個技を思いついてから。別に教えてくれなんて頼んでないだろう。独り言だよ。氷渡りについて説明をしよう。氷の石の上で滑らずに移動したいときはぶら下がって動こう。ぶら下がって移動する限り滑って落下する心配がないのだ。そんな方法が。礼は言わないぞ。独り言だからな。次はどんな山なんだ。邪魔だ。ああ。モジャ君、生まれ変わるなら何になりたい？え？そうだな、金持ちの息子とかかな。そうか、金があっても幸せとは限らないけれど、私はね、人間以外になりたい。金なんかに振り回されない自由な生き方をしてみたいんだ。次の人生に期待というやつだな。あ、俺たちは生きてここを出るんだ。生まれ変わりなんて今考えても仕方ねえよ。だろ君、私が死んだら悲しんでくれるか。おい、縁起でもないこと言うなよ。少し考えたいことがあるから先に行ってくれたまえ。わかった、必ず来いよ。私のことは気にせず先に行ってくれたまえ。生まれ変わったら何になりたいだって？死んだらそれまでだろうが。んなことより、あいつから逃げること考えねえと。あいつって？昔の女だよ、俺の元ファン。ファン？歌手もどきみたいなことやってたんだ、インディーズでさ。けど一緒にやってたボンボンだけがデビュー。俺はただの料理人に転落。おまけに女も愛想つかして出てった。その女に似た化け物が俺を責めるんだ。どうして諦めたのって。どうすればよかったっつうんだ。金がないってだけで夢も見られやしねえ。俺には金がなかった。そんだけの話だ。よっ、よう、噂をすればなんとやらだな。噂？すげえ登り方してるやつがいるってな。技をひらめいたら俺らにも教えてくれよ。もちろん俺らも教えるから。ああ、協力し合って生き残ろうぜ。お前さんの登りっぷりはいいね。技をひらめいたら俺らにも教えてくれよ。あいつが魔女なんだ。俺に復讐してるんだ。あいつが妊娠したとか嘘をつくから別れた。このざまだ。
あいつって？会社のジムの女だよ。畜生、なぜ父さんのことを知ってんだ。どういう意味だ。あの女が俺をここに落としてるんなら、毎晩俺の父さんが出てくるのはなんでだ。出てくる？毎晩のでかいのだよ。オイラの父さんが追いかけてくんだ。父親ならそんなに怖くないんじゃないか。いいか、俺はこんなとこさっさと越えてやるぜ。いいか、俺はこんなとこさ。よう、ここが地獄なんかな。だってあいつ地獄に落とすっつったぜ。あいつって？俺がこの間寝た女。本部長は俺の女が魔女とか言ってたけどさ。そう、今夜はなんだかおっかない地形ですね。特殊な技もありそうです。いろいろ教えてくれよ。こんな技は知ってますか。法律について説明をしよう。石を掴んだまま移動すれば氷の石の上でも滑らないのだ。ただし捕まったまま移動できるのは引いている場合だけなので注意しよう。今のところ教えられるのはこのぐらいですが、いつでも聞いてください。やけに協力してくれるんだな。あなたは技だけでなく精神力があります。土壇場の粘りもね。弱者は強者に寄りかかるものです。最も生存率が上がりますから。ふん、まあ頑張ろうぜ。さっきの技の話おさらいしますか。先を急ぎたいんだ。あんたたちも頑張れよ。ここまで頑張ってきたけど、そろそろ潮時かな。まだ終わってないだろう。悲観するくらいなら一段でも登れよ。前から思ってたけど、あんたって本当にすごいよな。そうやってみんなを励まして士気を高めてくれてすごいよ。周りの景色ずいぶん変わったな。ここ5階層目か。でもどんどん複雑になってきたな。この先も登れるか。不安なら俺が覚えた技を教えてやるから。あんがとよ。あんた優しい羊だな。あんたの登りっぷりすごいって評判になってるぜ。こりゃ俺も負けてらんねえな。よう。こいつ顔は見えないけど明らかに羊じゃない。何者なんだ。お前一体何者なんだよ。なんだってこんな真似してんだ。言ったって理解できないと思うよ。ともかく話したいなら座ってからだ。氷を越え5層目にたどり着いたっていうのに浮かない顔だね。そういえば今日はピアノの旋律も物憂げじゃなかったかい。いよいよあんたの進化が試される時が近づいてるのかもね。試される？散々偉そうに質問してきたくせに今さら何言ってんだ。第6問です。恋人が二次元キャラに熱を上げるのは許せますか。そっちか。なるほど。でもまあいいよ、答えはあんたの自由さ。ねえ、もしかしたらあんたの中に新たな可能性が生まれつつあるのかもしれない。その影響は周囲にも及ぶ。気が多いあんたのことだ。新たな道が増えたらさらに迷ってしまうかもね。ただ一つ言えるのは、望む道は必ずしも開かれているわけじゃないってことだ。
氷の上では石を掴んで移動したり、ぶら下がって移動すると滑らないぞ。地形に合わせて安全な移動ルートを見つけよう。うわ、また嫌がる。Commencing area 2. Are you ready?泣きそうな顔して。だって登れない人がだんだん多くなってきて、もしヴィンセントさんも来なかったらどうしようって。リン、ここで待ってると色々考えちゃうんです。もっとピアノが上手ければ
他の人を助けられたかもしれない、自分にできることがもっとあったのかもしれないのにって。おい、しっかりしろ、リンはよくやってるよ。でも俺だけじゃない、リンのおかげで生きてる奴がいるんだ。だから自信を持て。ヴィンセントさん強いんですね。自分も大変なのに他の人まで元気づけてくれるなんて。そんな大層なもんじゃねえって。単にこんなとこで死ぬ気はないだけだ。落ち込んでちゃ生き残れるもんも生き残れなくなっちまうからな。そうですよね、みんなを励まさなくちゃいけないのに落ち込んでちゃダメですよね。わかりました、前向きな気持ちで頑張ってみます。いあんたの登り方って独特だよな。そこでその技かみたいな、その場のひらめきみたいなのが冴えてる。え、そう？他の奴らもあんたのこと噂してたぜ、お手本にするとか言って。ふん、まあ頑張ろうぜ。もう弱音は吐きません。ヴィンセントさんがいてくれるだけでなんだか強くなれる気がしますね。そいつはお互い様だって。俺だってリンがいると心強いからさ。ヴィンセントさんってすごいです。こんな場所でも他の人たちのことを応援して。みんな見た目は羊だけどな。でももうそんなのは気にならなくなったぜ。とにかく大事なのはそいつの中身なんだからさ。大事なのは中身。あ、中身だ。そうなんですね。やっぱりヴィンセントさんすごいです。そんなに。ヴィンセントさんと出会ってようやく思い描いてた演奏に近づけた気がするんです。だから全部ヴィンセントさんのおかげです。俺は何もしてないって。リンが頑張っただけだろ。危ない時は助けてくれて、落ち込んでる時は励ましてくれて、そういうとこずるいです。そうだ、ヴィンセントさんのために特別な応援ソングも作ったんですよ。いつものお礼代わりに歌いますね。プレープレーファイトファイト。無事よう、お前さんか。どうだ、技はひらめいたかい。協力し合って生き残ろうぜ。それじゃ俺がさっき見つけた技からな。サスケについて説明をしよう。石から落下したとき、捕まる場所があればそこにぶら下がることができるぞ。捕まれるポイントを発見したら怖がらずに手を離してみよう。どうだよ、ちっちゃい役に立ったかね。ああ、それで言うと一個思いついた。こんなのも技になるかな。屋根落としについて説明をしよう。頭上に屋根のように石があったときは屋根を支えている石を押して崩すのだ。落下する石をよく考えて一部だけ崩そう。あとは落ちてきた屋根を登ればいい。おお、なるほどな。実用的ですね。次それ使ってみっかな。技を整理していくかい。悪い、急ぐんだ。あんたらも頑張れよ。うっす。あの人ちょっと気にかけてやってください。ほら、葉巻くわえたリーゼントの羊ですよ。いつも一緒に技を考えてましたが今回は加わらないそうで。なんだよ、心配だな。ああいう勢いがある人は気持ちが停止すると危険なんです。金で道具が欲しければコインと引き換えですよ。今夜のご注文はズバリ。金は周囲の石を白い石に変える。ドリンクは2段上にジャンプできるぞ。いや、いらねえ。ああ、モジャさんよ、冷やかしとはいい度胸だね。はあ、失礼、またお待ちしていますので。おや、またいらし…金は周囲…いや、ああ
どうも。この上、来ますね。あいつが私を殺しに来る。あいつ？私が捨てた女ですよ。昨日も一昨日もケタケタ笑いながら追ってきました。マジかよ。ハン、そろそろ限界だな。なあ、君は愛する人の幸せを願うか？そりゃ当然そうだろ。たとえそれで自分が不幸せになっても。なんとかなるだろう。君は理想家だな。どうあっても結婚できないなら彼女とは別れるべきなのさ。え？でも愛してるんだ。明日こそ言わないとな、別れようと。まずはここを出ようぜ。アンナを傷つけるぐらいならいっそ。どうも。あ、一緒にサメサメと泣いてくれませんか？おい、ここまで来れたのは君のおかげだよ。俺は何もしてないよ。全部あんた自身の力だろ。気づいてないのか？みんな君に励まされてる。俺だって君を見習って技の研究を始めたんだ。それにほら、バラバラだった羊も今は団結してるだろ。そう言われるとなんか照れるな。君には感謝してるよ。ここまで来たら運命共同体だ。頑張ろうな。あんた技の話はしないのか？もういい、ここで終わりさ。え？この上な、またあれが出そうだ。父さんさ、俺を殺す気だ。斧で昔みたいにな。どういう意味だ？お前、虫けらとゴミだったらどっちで呼ばれたい？は？俺はね、虫けらの方だ。ウジ虫でもいいぜ、生き物だからな。俺には名前なんかなかった。いつもそうやって呼ばれて、やがてそれも変わったがね。元からいなかったことにされてね、捨てられたんだよ。価値がないなら仕方ねえのかな。忘れろよそんな話。俺だってそうしてえよ。もう俺は父さんの年だって越した。怖がることはないんだ。分かってても体が言うこと聞かねえんだ。ちくしょう。ピアノの子頑張ってるよな。いっつも一生懸命でさ、最初は歯ぎしりみたいだった演奏も今じゃ天使の歌声みたいだし、俺も負けてらんないな。技でも聞きに行くか。チッ、何なんだよあいつ。あの金ピカ羊いないのか？心配だな。結局飽きたらいなくなるのかよ。どいつもこいつもふざけんなよ。え？金、金だ。金さえありゃ全部うまくいってた。あの野郎に会って俺にないのはそれだけだった。大した才能もないくせにデビューしやがって、その途端みんな手のひら返した。あの女も俺に価値がなくなったから。あいつどこに、俺は何も悪くねえ。なあ、そうだって言ってくれよ。あんたは悪くないよ。でもあんた自身も迷ってるんじゃないか？なんだよそれ。迷ってなんか、俺は悪くねえ。毎度偉そうにしやがって。マジ誰なんだ。